中国の台湾侵攻が懸念される中、中国では上陸作戦準備が着々と進んでいます。今回は中国の台湾侵攻策を詳しく見ていきます。中国は一滴の血も流さないとして台湾市民への情報戦を展開、いろいろな情報が錯綜しそうですね。蔡英文総統が強い言葉を。9月16日以降12月末までの間に、台湾の防空識別圏 ADIZ に侵入した中国軍機は、延べ500機以上に上り、前年同期の3倍以上となり、中国軍機の行動を分析した結果、中国軍による台湾侵攻作戦準備が整いつつあるとの結論を導き出したという。これら一連の中国軍機の ADIZ 侵入に対して、政府の見方は、中国による台湾への上達とアメリカ軍内に自由で開かれたインド太平洋を守るために国際法にのっとり台湾海峡を通過する航行の自由作戦を展開することへの牽制ではないかと見られていたのであるが、中国軍の内情に詳しい関係者によれば、牽制というよりは、実戦に向けての訓練の意味合いが強いとされている。実際に威嚇、恫喝が目的であれば、武装した戦闘機数機を侵入させれば良いと思われるが、2021年9月以降では、多数の戦闘機だけでなく戦略爆撃機、対戦哨戒機に、早期警戒機までもが、編隊を組んで、侵入を繰り返しており、侵攻作戦を想定したものである可能性が高いことが指摘されている。そして、空軍の航空機以外にも、陸軍の攻撃ヘリコプターなどが、ADIZ に侵入することもあり、明らかに戦闘員を送り込んでの地上戦をも想定していたと、分析する軍事筋もある。また、中国軍機が台湾 ADIZ に侵入を繰り返す地域は、台湾の南西沖から南にかけての空域が中心だが、これらのほか、長い航続距離を持つ戦略爆撃機が、沖縄本島と宮古島の間を南東方向に抜けて、西太平洋を飛行して、アメリカ海軍、空軍の基地があるアメリカ領グアム島を、空対地巡航ミサイルで攻撃可能な地点まで到達したこともあった。さらには、2021年11月に、やはり、戦略爆撃機が、空中給油機を伴い、台湾の南のバシー海峡から、フィリピン海に抜けて、台湾の東側に回り込む行動を見せたこともあり、この行動については、台湾の東側に点在する、空軍基地への攻撃を想定しているのではないかと見られている。このように空中給油機を伴うことで、戦略爆撃機を護衛する戦闘機の行動半径が大きく広がることになり、中国軍が台湾へ侵攻した際に駆けつけるアメリカ空母打撃群や戦略爆撃機の基地となるグアムのアンダーセン空軍基地への攻撃が可能となる。中国軍の侵攻がどのように展開するかについて、台湾国防部が分析して2021年12月に公表した報告書によれば、まず中国本土の沿岸部から発射される多数のミサイルによる攻撃があり、同時に台湾本土や島嶼にある台湾軍軍事施設へのサイバー攻撃が展開され、台湾軍の指揮統制系統を破壊すると想定している。そして、台湾軍が混乱している中で、台湾上空の制空権を確保した後、フィリピン海に中国海軍の空母艦隊を進出させて、制海権の確保から台湾への補給路を遮断した上で上陸作戦を展開して台湾本土を制圧するであろうとされている。このことからすれば、中国軍はすでに台湾に向けて多数の弾道ミサイルや巡航ミサイルの配備を完了させていると言われ、さらに中国から
台湾へのサイバー攻撃が、2019年9月から2020年8月までの1年間で14億回以上あったとして、サイバー攻撃能力は、2015年に発足された戦略支援部隊により、サイバー攻撃のみならず、宇宙船や電磁船に情報戦を統括する高度な攻撃が実施可能なまでに構築が済んでいるとみられ、現在は準備の最終段階として、制空権と制海権の確保を目標とした軍事訓練を活発に展開しているとみられているのである。これらのことを踏まえ、台湾国防部の報告書では、台湾上陸作戦に向けての準備は残すところ、強襲揚陸艦などの増強を急ぐのみとしているのであるが、中国海軍が建造を急ぐ075型強襲揚陸艦は2021年4月に2隻目が就役したばかりであり、その運用能力はまだ低いと見られている。また、報告書では075型強襲揚陸艦1隻あたりの兵員収容能力が1600名とされていることから、台湾本土への上陸作戦にはまだ不足しているとして、さらに訓練を重ねる必要があると見た上で、中国軍にとって台湾本土への上陸作戦は極めてリスクが高いと分析をしている。中国軍においては迎撃が難しい極超音速兵器の開発で世界をリードしており、すでに台湾軍の防空能力では対処が不可能なほどのミサイル攻撃能力を有しており、また海軍力においても2021年時点で、遼寧、山東の2隻の大型空母のほか、弾道ミサイル戦略原子力潜水艦7隻、攻撃型原子力潜水艦9隻、通常動力型潜水艦48隻、イージス艦などの駆逐艦39隻、フリゲート57隻、コルベット27隻、高速ミサイル艦などを65隻以上、ドック型揚陸艦4隻、戦車揚陸艦29隻、強襲揚陸艦2隻を含む艦艇を保有しており、艦艇数では、すでにアジアに展開するアメリカ海軍第7艦隊どころか、太平洋艦隊の規模を上回るレベルにまで増強されている。しかしながら、軍事力上で台湾制圧を実施できたとしも、台湾の抵抗勢力が地下に潜り、ゲリラ戦を展開するようになれば、中国は、抵抗勢力掃討のために、多くの陸軍部隊や武装警察を配備することになり、長期化すれば、侵攻に要したコストを大きく上回る軍事コストが生じ、そうなれば、アフガニスタンでのロシアやアメリカの二の舞を演じる可能性があるとされ、中国共産党の権威が大きく失墜することになろう。それゆえに、習近平は、軍事力によって台湾を恫喝して屈服させ、平和的な統一を実現させたいというのが本音であろうと台湾国防部は分析をしているようだ。ただ、中国は台湾が独立を企てるような動きを見せた場合には、面向を重んじ、損得感情を無視してでも台湾に懲罰を加える可能性があることを否定できず、例えば、2024年に予定されている台湾総統選挙で、台湾独立を公約にする総統が選ばれるようなことがあれば、直ちに、台湾に対して、懲罰を加える可能性が高いと、懸念されている。その場合には、台湾本土侵攻ではなく、中核都市への空爆や中国本土沿岸などに点在する台湾が支配する離島への上陸攻撃など、限定的なものになるとみられ、アメリカが介入しづらい状況で実施されるであろう。何よりも、面向を重んじる中国であるから、たとえ暫定的であっても、台湾への懲罰的軍事行動によって、習近平国家主席の面子が保たれることが第一であり、さらに、アメリカや日本を牽制しつつ、台湾の人民に恐怖を抱かせることもできる。
そのように考えると、中国は、2024年まで、台湾総統選挙の結果を待たずとも、アメリカ軍や自衛隊の体制が整っていない、現時点において、局地的な台湾攻撃を仕掛ける可能性は、非常に高いと言えよう。